ということで、僕はこれからこのアラバナショッピングセンターをぐるぐるね、一人でちょっとお散歩したいと思います。今の時間は、もうお昼過ぎ2時半。そんなに時間ないんだけどね、そんな夜遅くまでも今日はいられないし。はい、これがねアラバナショッピングセンターのマップです。この文字の小ささを見れば分かる通り、めちゃくちゃな数のお店が並んでます。ちょうどね、日本人の旅行客がね利用するトロリーがね、あの正面に止まるんだけど、その正面のね通路をまっすぐ来ると入り口があって、ここを入るとね、まずね最初に超巨大なねフードコートエリアがあります。なので僕は最初にご飯をどっかで食べたいと思います。ここのねフードコート、僕はね何回も何回も利用したことあるけど、めちゃくちゃいいです。超種類が豊富で、はっきり言って何でもあります。もう食べ物にもしね、まあ、困ることはないんだけど、ハワイでなんかね日本食が食べたいとか、ちょっとまあバーガー以外のものを食べたいみたいになったら、ここのフードコートに来るのが一番ベストだと思います。何でもあります。でね、もちろんアラモアナにはこのフードコート以外にも、もう中にねたくさんレストランがあって、まあそっちで食べるっていうのもありだけど、もちろんねレストランになるとその分ねサービス料が発生するから、チップとかね発生するから、ちょっとね高くなります。だからこのフードコートで食べまくることをおすすめします。いやー、そうなんだよな、パンダエクスプレスがあるとね、もうそっちに吸い寄せられてくんだよな、僕は。良くない癖だな。あれが中華で、これがコリアン、韓国料理、そしてこっちが日本の料理、その隣がねステーキだからアメリカン料理、向こうにはねピザだからイタリアンで、その隣はメキシカンだ。もうね、世界各国の食べ物がねここで食べることができます。そしてね、こっちにはタイ料理で、正面にはこれがねハワイアン、ローカルフェイバリッツって書いてあるけど、ハワイアン料理だね。ハワイアン料理って言われるとさ、あんまりイメージ湧かないんだけど、まあこんな感じみたい、ハワイアン料理っていうの。まあもちろんね、このハワイは日本の文化がたくさん入ってるから、ハワイアン料理って言っても、まあ、日本の料理に近いイメージが僕はあります。あのロコモコとかね、普通に白米と卵とか、なんかここ見る感じだとツナみたいなやつがあったりとか、あとはカレーみたいなやつがあったりとか、本当に日本のおしゃれな、なんか代官山とかのカフェに行ったら食べれるような料理があるイメージです、僕は。なんかね、こうやって歩いてるとやっぱり並んでるのは日本食、中華、コリアン。まあ、なんでかっていうと、当然ねその国の人が来てるのが多い。要は普段ね街の中にいると、どうしてもバーガーとかこっちの料理をね、食べてばっかだから、やっぱりねこういうとこに来るといつもね慣れ親しんだ味が食べたくなるのかなということでね、僕はハワイアン料理を食べたいと思います。超ドシンプルにね、このロコモコ食べようかな、まだ食べてないし。ということで早速食べ物と飲み物を買ってきました。もう飲み物飲んじゃってんだけどね、グアバジュース。皆さん、これが本場のロコモコです。これが本場のロコモコ。日本で食べてるのはもしかしたら、ちょっと違うのかもしれない。本物のねカレーはなんで食うように、本物のロコモコはこんな感じで、至ってシンプルです。さあ早速それじゃあいただきます。カレーみたいだね、普通に。なんだこれ。なんかね、色はカレーみたいな色してるんだけど、味はねシチューみたいな感じ。これね、目つぶって食べさせられたら 0.1 秒でシチューだって答えるかな。なんかイメージ的には鶏肉の入ったシチューにマカロニが乗ってて目玉焼きが乗ってる感じ。イメージしてた日本のロコモコの味とは全然違う。あ、そしてね、下にはハンバーグがありました。ハンバーグもね、本当に、なんだろう、ひき肉の味っていうか、
肉肉しいね、ステーキみたいな感じ。ちなみにこれ11ドルだから日本円で1300円ぐらいします。でもハワイでこういうのが1300円とかっていうのは全然普通で、マクドナルドで普通にセット頼んでも1000円超えちゃうし、昨日の夜ねラーメン食べたんだけど、ラーメン、普通のね何のトッピングもなしの一番オーソドックスなラーメンと白ご飯で2700円ぐらいしました。それぐらいねハワイはまあ物価がね日本とは比べ物にならないぐらい高いです。あー超満腹、食べ過ぎた。このね今後ろに見えてるなんだろう、これジャンバジュースっていうのかな。ここはねかなり有名なジュース屋さんみたい。ここはねアラモアナセンターの中でもいろいろなねイベントがいつも開催されている場所です。結構いつ来てもねここでは何かしらねやってて、こう周りにはねたくさんの人がいます。さあここがねアラモアナショッピングセンターのまあ中心部って言っていいのかな。日本人旅行客であればまず間違いなく、アラモアナにね入った瞬間にここにね、来るっていうような場所です。まあその理由はポロリのね停留所がこのエスカレーターを下ってすぐまっすぐ行った先にあるから、普通に来るとねまずここにたどり着きます。でここがどういう構造になってるかっていうと、まあ海外のショッピングセンターはもう大体どこもねこんな感じになってるけど、まずね左側にずっとまっすぐつながってて、そしてね正面にもずっとつながってて、で右にもずっとつながってて、でこのね右も正面も左側も行った突き当たりの先にまたねデパートがあったりして、まあ、結構ね複雑な、構造になってます。ただね何回か来るとこのアラモアナショッピングセンターの構造自体は比較的分かりやすいと思います。まあ、大まかな構造としては1階、2階、3階がショッピングモールになってます。今ねさっき見てた右側の方に入ってきたんだけど、ここはまあこの周辺はこうビトンとかロレックスとかフェンディとか結構高級ブランドが立ち並んでるゾーンです。って言ってもねここの場合は他の僕がよく行くね海外のショッピングモールとはちょっと違って、一箇所にね高級ブランドは高級ブランドゾーンみたいな感じで集まってるっていうよりも、なんかね結構いろんなところに高級ブランドが散らばってたりはします、比較的ね。あとはここのねアラモアナの特徴としては、まあこのハワイ自体がそんなにねたくさん雨が降らないっていうか、あのずっと降ってるっていうことがないからだと思うんだけど、結構ね屋根がなかったりして、1日大雨みたいな状況になっちゃうと意外と歩きづらかったりはします。結構ねどこも屋根がない部分が、まあ、あったり、まああそこみたいにね見えるかな、途中までは屋根あるんだけどその先のお店に行くときには屋根が一回なくなっちゃったりとか、結構ね雨には配慮されてない構造にはなってます。はい、今ねずっと通りをまっすぐ来て、この突き当たりにあるのがメイシーズ。これはもう海外では定番中の定番というか、もう超巨大ショッピングモール、いわゆる僕のイメージではイオンみたいなね、そんな場所です。はい、ここがねメイシーズの中です。まあ本当にさっきも言ったようにここは僕のイメージではイオン、もしくはまあイオンよりちょこっとだけ上のまあデパートというか、そんなイメージなんだけど、日本と構造は一緒で、だいたいね入ると1階にはこんな感じでね化粧品が並んでて、あとはねナイキとかそういったブランドがたくさんあります。特にねこの、まあ、ハワイアメリカのブランドとかっていうのは現地で買うとめちゃくちゃ安く手に入るから、ぜひね例えばコーチとかさ、そういったブランドが好きな人はぜひこっちでね買って帰ることをおすすめします。ということで僕はいつも通りスターバックスでアイスコーヒーを買います。これさめちゃくちゃ可愛くない？わあ、買って帰りたいな。これすげえ可愛い。持って帰るのちょっと大変だけど、これもいいな。前もねハワイでねこの柄のタンブラー買って帰って、今もねずっと愛用してるんだよね5年ぐらい。
なんか気のせいかもしんないけど、ここの店員さんみんなイケメンなんだけど、モデルさんみたいな人ばっかり、声もいい声だし。ゲットしました。お、席も空いてるよ、ラッキー。あー、今日は本当暑いな。ハワイに来て何日目だろう、今日で5日目なんだけど、こんなに天気が良くなったのは今日が初めて。明日帰るっていうのに。ただね、とは言っても僕実は着いてからね4日間ぐらいほぼ外に出ずにね、ずっと部屋の中で仕事してたからね。まあ実際ね、そんなにこう被害はなかったんだけど、ただね、着いた日とかはもう本当に雷が鳴るぐらいのね、超土砂降りで、一歩もね、こう雨が強すぎて、で傘も持ってなくて、あの外に出れなかったっていうね。ということで、なんかね、僕カメラ持っちゃうとずっとね撮影のことばっかり聞い取られてね、結局何にも買い物をしないとかね、なんか撮影以外何もしないみたいになっちゃうから、ちょっと一回ねカメラ止めて、お買い物をしてきます。